ドンムは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ドルドーニュ県のコミューン。ドンムは、ドルドーニュ川に沿った、標高250メートルの崖の上にあるバスティッドである。崖の形状である台形に影響を与えていない、長方形のバスティードである。街を取り囲む要塞は、住民の必要性に応じて採用されたものである。トゥールモンドンムは、 ドルドーニュ川の谷を見下ろす岩がちな路頭の上にある、アルビジョア十字軍の際の1281年にフィリップ三世によって建設された。町は独自の効果を鋳造する特権も得ていた。テンプル騎士団迫害の時代だった1307年、町には70人ほどの騎士たちが投獄されていた。彼らは、ペリグー、カオール、ロデーズ、ブールジュ、リモージュ、クレルモン、 アングレーム、ポワティエの隠し教座から集められていた。彼らは、トゥールモンに刻んだ落書きを多く残しており、騎士たちが存在した証拠となっている。テンプル騎士団は、幾何学的暗号を得得していた。聖杯を意味する八角形、ゴルゴタの十字架を意味する三角形、騎士団は、正方形であった。そして縁は、閉じ込められている自分たちを表していた。 この象徴的な彫刻は、ロシュ、ジゾール、シノンにあるものに近いと判定されたが、その信憑性は専門家たちによって議論されている。投獄されている騎士たちの大部分の裁判は、1310年3月にパリで始まった。100年戦争中、ドンムはイングランド軍の支配下に入った。最初に制圧されたのは1347年である。 幾度か普通営領軍から奪い合われた末、1437年にフランスへ返還された。新たな苦難が、ユグノー戦争中のドンムを待ち受けていた。1588年、カステルノーに本拠を置くユグノー派の首領、ジョフロワ・ド・ビバンが、夜に部下と共に崖を登り、崖に向いた門を開けさせ、仲間の軍を引き入れたのである。しかし、カトリック軍の勝利で、 彼は1592年にドンムを引き渡さねばならなかった。1594年と1637年の2度、平穏は途切れ農民反乱に見舞われている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。 1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。